GCAP が作り出す次期戦闘機は、我が国周辺における航空優勢の確保、そして効果的な抑止力の維持を可能とするためのなくてはならない能力であります。今やどの国も一国では自国の安全を守ることはできません。この厳然たる事実は運用面だけでなく、研究開発を含む装備面にも該当します。じゃあ、センターからお願いします。最先端の高性能な戦闘機に必要な技術やコストを自国だけで賄うことには大きなリスクがあります。こうした点で GCAP は日英伊という同志国が優れた技術を持ち寄り、コストとリスクを分担し合うことを可能とする歴史的なプログラムであります。3大臣が退場されるまでそのままお待ちください。以上で終了いたします。